ジャガー R1 は、ジャガーレーシングが2000年の F1 世界選手権3、専用に開発し投入したフォーミュラワンカー。デザイナーはゲイリー・アンダーソン。フォードがスチュワートグランプリを買収し、初めてジャガーのバッジを付けたマシンとなった。前年1勝 1pp を獲得したスチュワート SF-3 をベースに、フォードのワークス体制となったことで、さらなる向上が見込まれた。 ドライバーはフェラーリと交換する形でエディアーバインが加入し残留したジョニー・ハーバートと共に優勝経験者2名で臨んだ。R1 はリアサスペンションの機構に特徴があり、ダンパーをギアボックスの上から側面下部へ移設し、プッシュロットからの入力を2つのロッカーを介して制御した。低重心化と空力デザインの自由度を期待しての設計だったが、 リアの挙動がナーバスになるという問題を抱えてしまった。加えて信頼性に欠けるギアボックスにも苦しめられることとなった。1999年にランキング2位となったアーバインでさえ4ポイントしか得ることができず、チームは結局コンストラクターズランキング9位でシーズンを終えた。経験豊富な英国人ジョニー・ハーバートは2000年シーズンをもって F1 から引退した。 また、アーバインが病気欠場した際には、ルチアーノブルティが代役で F1 デビューを果たした。ありがとうございます。